本日は新幹線ゼロというゲームしていきたいと思います。遅れてごめん。いや、異常があればお引き返しください。だって、うわぁ、びっくりした。誰かいるんだけど、びっくりした。あ、これ自分ちょっと先が思いやられるの、はあ、やばい、ちょっと待ってね世の中の人みんなやってるゲームなんだ、私ができないわけないだろ。いやー、くしゃ、うん、普通の親子だね。こっち見んなよ。ほら、少年も普通に見てるし。こんにちは。びっくりした。こんにちは。何してるの？いや、いや、別に何もしてないよ。またあったね。また、そうだね。あれ？マウスどっか行ったよ、みんな。あれ、わーって言ったらマウス消えた。わーって言ったらマウス消えたんだけど。異変か？差し直してみる？よし、6号車合ってたぜ。キャリーケースないんじゃない？ほら、見て見て見て、あるわ。よし、次5号車になっている。見てろよ、これは5号車だ。よし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 。あれ、これやばいんじゃない？ちょろちょろなんじゃない？ ABC でしょ。死ぬ。走り方わかんない。こっち行くよ。4号車、あれ、これちょろちょろなんじゃない？これかなり簡単にクリアできそう。自信があります。これは3号車に。え、ムカつく。なんで？ああ、ごめん、なんでもない。大丈夫？酔ってる人いる？私みたいな人いる？大丈夫？早くここから出よう。よし、頑張るぞ。大丈夫？世の中の人はみんなこのゲームやってるんだ。私だってできないはずがない。大丈夫だ、私進む。これで7だったらもうやばい、やばいよ。お母さん、もう降りたい。新幹線、名古屋までが限界。大阪は行けない。うわー、ちょっと怖いよ。普通に仕掛けが怖すぎ。お母さん、お母さん、いや、どうしよう。待って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 、ちょっと待って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 、トンネル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 、音怖い音怖い音怖い。これぐらいのギミックはもうビビらないですよ。はい、もう3号車です。びっくりした。なんだろ、マジでびっくりした。これはないでしょ、異常。これは3番になってる。うっそ、もうやめたいなんてことだ。え、待って、クリアいけそう。いけそうだよ、みんな、ありがとう。いけそうだよ、みんな。いけそう、クリア。え？もう、0号車いけるよ。クリアしたんじゃない？これ。もうマジで終わりたい。クリアじゃない？うわ、これもう1個かよ。え、だって見てよ。ほら、まだ終わってないよ。え、0号車来たけど。え、クリア？これ。あれ？あれ、男性がこっちにいるよ。逆になってる。え、戻るよ。え、さすがにこれは異変じゃない？え、でも0号車に来たよ。え、でも異変だよね。え、戻るよ。え、みんなのコメント見ないで戻るよ。今もしコメントが、おい、マルチ戻るね、バカ野郎って言ってたとしても、私戻っちゃうよ。いいんだね。でもコメントは見ないで行っちゃうよ。
あーマルチそこ戻っちゃうの何してんだよ。あーもう最悪とか言ってても戻るよ。いいんだね。戻るよ。戻るからね。線路上での接触事故がありましたので、安全確認のためしばらく停車いたします。接触事故？運転再開におきましては現在見通しが立っておりません。本日はお急ぎのところ誠にご迷惑をおかけいたします。したんだね。もう帰っていい？キョロキョロしてどうしたの？いや、帰りたいんだけど。もしかしてここが運転室になってるって思った？え、嘘だよね。思ってた。嘘だよね。冗談はよしてよ。新幹線にはグリーン車があるんだよ。お兄さんなら知ってるよね。知ってる。憧れてるけど乗ったことはない。じゃあね、運転室はどこでしょう？知らない。それはね、グリーン車の向こうだよ。え、何この絶望ゲーム？絶望ゲーム？僕が0号車の次って言ったって？うん、言った。覚えてるよ、私。0号車っていうのはグリーン車の0号車のことだよ。子供だったからよかったね、あなた。子供じゃなかったら許さなかったけど、子供だから許すけど、子供の姿をした違う生き物だったら許さなかったよ。まあ確かに僕の説明が下手くそだったかもね。お願いお願い、1って言わないで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 。